はい、えー、っとですね、展示ブロックの大切さということで、ちょっと話をしようかなと思います。えー、っとですね、自分の住んでるところの、そばの駅の話なんですけども、えー、っと、歩道に展示ブロックがあるんですけども、まあ、とある美容院としときましょう。の看板をですね、こう、わかりやすいというか、店にたくさん来てほしいっていうことなんでしょうか、歩道に出したってわけですね。 あのー、そこ雑居ビルに入ってる美容室でその雑居ビルのエレベーター付近には他のお店の看板がたくさんあるんですよでそのそこの美容室もそのえー、っとエレベーターの下というか1階に出してましたそれ以外に別に歩道に看板を出してあったんですねでたまたまちょっととある事件を見かけてしまったんですけども ええと、目の不自由な、あの、所領の男性がですね、まあ、白い杖っていうか、あの、目が悪い方がするようなやつですね。その杖を看板に引っ掛けて、つまずきかけてたんですね。で、その男性にお話を聞くと、前の日も、同じ場所で同じことがあったと。いうことで、私、速攻その看板を、その雑居ビルの下へ持ってきました。まあまあ、どけたというか撤去したわけですね。 で当然、そこの運営会社にメールしたと。いうことで、えっ、ー、とね、自分なんかまだ目、普通に見えるので、わからないんですけども、やっぱり展示ブロック、やね、目の不自由な方にとっては大事なものですから、っていうのはよくわかる出来事がありました。あの、展示ブロックの上だ,だけでなく、その周りに、やっぱり物を置いちゃダメだなと。 いうことが改めて分かるようなことがありました。以上です。